川口市に20年住んでいますクルド人のユージャル・マヒルジャンさんです。今日はマヒルさんと呼ばせていただきます。マヒルさん、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いいたします。そしてもう一方、外国人の取り締まりなどを強化するよう国や県に働きかけている自民党川口市議会議員団の荻野あずさ市議です。荻野さん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ではですね、まず一つ情報を紹介したいんですが、そもそもクルド巡ってなんですけども、まあ、新たな騒動が起こっているということで、その蕨駅前で起きた外国人に対する攻撃的なデモに対して、まあ、クルド系とみられる住民が反発をしたと。でその際の動画が拡散されているんですが、はい、日本人死ねと言っているとの指摘があって、でそれに対して日本クルド文化協会は、まあ、そんなことは絶対に言ってないと反論していると。むしろ私たちは日本と日本人を心から尊敬し愛しているということもね、X で投稿してるんですけど、マヒルさん、ここはちょっとその、まあ、食い違いが発生してるんですけど、いかがですか？おっしゃる通りです。我々はこの、日本に住ましていただいて、やっぱり難民で来て、お願いしている立場として、日本の方、日本の人々に対して、その僕は言葉にはしたくないけど、僕は今回のその騒ぎで気づいたのが、僕はその場にいなかったんですけど、気づいたのが、日本の方がそのクルドの方と共になって、まあおよそ200人ぐらいいたんですけど、日本の方が日本の方に、右翼は差別だ、右翼は日本から出ていけっていう言葉を聞きました。考えていただきたいんですよ。クルド側を守りたい日本の人が右翼に対して、日本出ていけ、差別するな、で一人のクルド人がそこで立った、かわいとは言いたくはないんですけど、国帰れ、まあ変な外人とか言われたところを、たった言われたのが、病院行きなさい、病院に行きなさい、精神科行きなさい、死ねとかじゃなく精神科行きなさい。要は相手の自分らに対する表現が良くないから、病院行けば病院で治るんじゃないかって、この考えが、そういう意味合いで言ってるんですよ、はい、それを、いやクルドの方がこういうこと言いましたかって言われるのも、とてもやっぱ苦しい、悲しいんだよね、我々は、はい、一切誰もそういうことは言いません。僕らはだって考えてみてくださいよ、国を持たないで、ね、お願いする立場なんですよ。頭下げてこの国に、平和な国に住ましていただきたいんですよ。そこでその国の人たちに、まさかそんなことを言えない。荻野さん、いかがでしょう？はい、私もその動画は現地にはいなくて、うん、SNS で拡散されてるのを見たんですけど、まあ何とも言えないなっていう感じで、ただ、まあ、どういうふうに、まあ、2つのパターンの聞こえ方が、まあ、示されてますけど、どっちにしろ良くないよなとは思いますね。私個人の率直な感想で言うと、うん、もうやめてほしいっていう、あそこに参加してる川口市民の方って何人ぐらいいるのかなっていうのが、思いまして、駅前で普通に暮らしてる方々、なんでこんなに警察いるんだろう、なんでこんなにうるさいんだろうって、すごい恐怖心を抱いたと思うんですよね。で本当に暮らしてる側としては、なんでここでそんなことを巻き込まれなきゃいけないんだっていうのが、正直私はそう思いますし、そういう声を、よく聞いております。日本人がクルド人の皆さんに対して、そんなことを巻き込まれなきゃいけないんだっていうのが、正直私はそう思いますし、そういう声を、よく聞いております。日本人がクルド人の皆さんに対して、外国人を排斥するような形のデモを行って、それにクルドの方がそんなことはしないでくれという、その、まあ、非難というか抗議の声を上げたところを、さらにもう一度その死ねと言っているっていうふうに拡散されたということですよね。これ圧倒的に日本人のその一番初めのデモのあり方がおかしかったんじゃないんですか、うん、と思えますよね。で、そうすると、でも、うん、はい、なんか動画見てると中指立ててらっしゃる方もたくさんいらっしゃるじゃないですか、うん、なんかああいうのを見ると、もうこう、うん、火に油を注ぐような
風にも見えるなって思うんですけど、中指を立てているというのはそのクルド人 の, その周りで見ている人たちが周りで見ているクルド人の方々が中指を立てていたということですか。そうですね。あ、それはひょっとするとそれこそその文化 の, その感覚の違いで、彼らはやっぱ抗議 の, その意思というものを中指を立てるという表現で表せたとは思うんですね。きっとそうだと思う。それはきっとアメリカでもやりますし、イギリスでも普通にやりますし、なんだったらうちの息子も機嫌が悪い時はやったりしますけど、まあ、てか中指を立てるのは間違いなく下品な表現なんですけど、でも自分を排斥するデモに対する抗議活動は、まあ、あの多分どこの国の方も行うと思うんですよ。あの日本人国に帰れって外国に言われたら、そこに住んでる日本人も多分ちょっと待ってよってなりますよ。それ中指立てなくても何らかの形で抗議すると思います。去年の7月なんですけど、その殺人